そういえばさ、愛理のソロ2曲目である、ひとときときめきのさ、入っているハッピーニューエーの CD ってさ、いつ発売なんやろな。ちょっと見てみるか。確かこの、アイドルマスターのこの公式の、ここかな？日本コロンビアイドルマスター公式サイト、ここから飛べると思うんですよね。あ、これね、一番上に来てるね。2019年。こっち見た方が早いか。発売日。2019年1月23日。今日は？水曜日23日。え、今日じゃん。やべ、急いで買いに行かなきゃ。買ってきたー、ついに。ってきました、皆さん。ついに、買ってきました。ということで、アニメイトで買ってきました。なんかもらいました。ちょっと見てみよう、これ。先にこれ見てみる。アニメイトで、ちょっと買ってきたらね。ああ、なんか、アクリルのなんか、よくわからんけど、ポスター。ということで、買いました。こうか。はい。逆になってますけども。はい。何やったっけ？ハッピーニューイエーの CD。そして、何より、見える、見えない。どこ？また、ひとときときめき、これね。見えるかわからんけど、これね。お！早速ね、聞いていきたいと思います。ということでですね、実際ですね、今ね、聞いてきました。テレビのね、ブルーレイ録画ディスクみたいなのあるじゃないですか。 あれで聞いてきましたかね。パソコン開くのめんどくさかったんで、聞いてきました。フルでね、聞いてきたんですけども、何ですか、あの曲を作った人っていうのが、アイリー担当さん、アイリー担当 P みたいならしくて、もう好きなアイドルだからこそ、こう、ね、アイドルの良さを出してる曲を作ったっていうふうにね、ツイッターで見たんですけども、その通りだなと思いましたね。めっちゃ良かったね。まあ、そのフルで聞いたからこそ、なんかこう、細かいところの、まあ、歌詞とか、その歌い方みたいなのが、すごくこう、らしさをね、感じましたね。いや、よかったな。 いや、まあ、その前回ね、その視聴動画が上がりましたよって時にも言ったけど、まあ、そのキャ、あ、圧倒的キャラソン感。 前回も言ったドリームクラブでありそうな圧倒的キャラソン感っていうのはありつつ、なんだ、その A メロ、B メロ、ね、あ、入る前やったかなとかの、ちょっとおしゃれな感じの BGM。 バックミュージック。いや、なんかいいよね。よかった。とてもよかったな。あと、4分50秒もあったから。曲も結構長いし、こうなんかこう、アイリーらしさというか、こうだん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 こうね、上手くなっていく、歌が上手くなっていくアイリーらしさ、その、ね、声優の原田さんもなんかツイッターでなんか前言ってましたけども、なんかこう、上手くなっていってる感がある。とてもね、いい曲でしたね。やっとね、何よりソロのね、2曲目が出たことが、オーバーアクションが出たことがね、嬉しかったんですけども、ついにね、いい曲出たっていうことで、このね、ハッピーニューイヤーかな？ハッピーニューイヤーも、ダウンロード一回来たじゃないですか。なんか一気にデレステの楽曲をダウンロードできるときは、微細と、トリニティフィールドだけダウンロードしたんですけども、それ以外がダウンロードしてなかったんで、まあね、これでフルも聴けるので、まあこれでね、聴いてみたいなと思いますし、あとは、何が入ってるのかな？ノクターンか。ノクターンが入ってるんですね。三船さんと、はじめんかな。 三船さんとはじめんのノクターンも入ってますんで、これもね、聴いてみたいですし、あと結構ね、オリジナルカラオケバージョンってあるじゃないですか。オフボーカルバージョン。これ僕結構好きなんですよ。オフボーカルでその曲だけを聴くっていうのがね、僕結構このゲーム BGM とかね、結構好きな人なんで、こういうね、オフボーカルバージョンが好き。だからその結構、まあ、動画内でも、なんかその、なんだ、絶対特権とかさ、結構流してるじゃないですか。歌が入ってる方じゃなくて、BGM だけのバージョンみたいに流してると思うんですけど、ああいう感じで好きなんで、あと、ロード画面の、スターあるじゃないですか。あれめっちゃいいと思うんですよ。 っていう感じで結構ね、歌なしも、オーバーやめとこう。歌なしも結構好きなんで、まあこれでね、結構ね、楽しめるんじゃないかなとは思ってますね。はい。ゲームバージョンもなんかあるのかな？なんかゲームバージョン違うのか？なんかこう、
ゲームバージョンと歌ってるなんか箇所が違うみたいな、歌詞がなんか場所が違うみたいなのあると思うんで、これも楽しみですし、いやー何よりね、やっぱり2曲目出たことが嬉しかった。まあ、これでね、まあゲームでは実装はなかなかされないとは思うんですけども、まあまあまあ、でもなんかな、まあ今月末とかね、怖いじゃないですか、バレンタインで、まあ今月末バレンタインのガシャが来て、でパッションも来るじゃないですか、バレンタインでかつパッションで、次の流れで言うと、クールがライフスパークルで、クールちゃうな、キュートかな、キュートがライフスパークル、パッションが、ライフ回復になると思うんです多分ね。その前回が正月がね、そのパッションがライフスパークルだったんで、ってことを考えるとパッションはライフ回復で、キュートがスパークルという形になると思うんですけども、そのライフ回復っていうのはね、前回が楓さんだったじゃないですか。なのでその4周目的なものをライフスパークルに置くとすること、ライフスパークルじゃない回復という風に置くとすると、マジでありえるんですよ。マジでライフ回復のアイリっていうのは僕めちゃくちゃありえるんじゃないかなと思ってるんですよ。マジでね、ありえると思ってるんで、それかもしくはなんだ、あの工場のシマムとかカコさんみたいな、放置編成で組むことができる、何でしたっけ、あるじゃないですか。今パッと出てこない、キュートアビリティみたいな、あれか、もしくはその今月末の限定のなんだ、ライフ回復で来ると思う、僕の中で思ってるんで、どちらにしろまあ直近で来ると思うんですよ。本当に怖いなと思っておりまして、ただねちょっとね、まあ、このもう何分ぐらい、7分か8分か経ってますけども、もしね今月末に来た場合は、31日はちょっとね動画上げれないのでご了承ください。そこだけちょっとね、なんかもう完全に動画から今日の動画からブレてますけども、そこだけちょっとね忙しすぎて、1日にはねできると思うんですけども、31日はちょっと更新できなくて、まあ一応なんか形として上げるんですけども、まあもうほぼ編集部なんもなしの、ただパンと上げるだけっていう感じにすると思いますので、まあちょっとね、もしね月末に来た場合は1日に、まあ動画もしくは生放送どちらかで行うと思いますので、もしねアイリーが来た場合は、ぜひぜひね、楽しんでもらえたらなと思っております。ということで、本日の動画はこれで終わりたいと思います。ぜひぜひね、ぜひぜひね、アイリーのねソロの楽曲でございますので、買ってみてはいかがでしょうか。もしくはねダウンロードもいずれ来るのかな、ダウンロード来た場合はねダウンロードしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひ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 ね。お願いします。本当にそろそろ、ね、アイリーが来ると思うんですよ。僕の中でレッスンではアイリーが来ると思いますので、盛り上げていくためにもチャンネル登録、そしてねグッドボタンだけでもいいのでよろしくお願いします。ではさよなら、バイバーイ、さよなら。